代を教えてやるかな。
ん？なんだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。この金は一体何ですか、堂島会長。葛城さん、東城会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東城会と上野清和会は二代目時代から25年来の親戚関係がある。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。東城会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。同格ね。
その額ではご不満ですか？わかりました。入れ。葛城さん、今回の金村の一件、本当に申し訳ありませんでした。柴田さんでしたっけ？はい。東上界の直系の親分さんともあろうお方が、都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。それにね、柴田さん、今の時代わざわざ痛い思いしなくてもけじめの取り方は他にもいろいろあるでしょう。東上界さんとうちは親戚関係なんですから。葛城さん、どういう意味ですか？堂島会長、今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上抗争沙汰にするつもりは毛頭ありません。病床に伏しているうちの総長上野義治も思いは同じです。葛城さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。堂島会長、今回の騒動で殺された伊原の役職をご存知ですか？若頭補佐です。ちょうどあの事件のあった日に就任していたんですよ。若頭補佐。そうです。あなた方がチンピラ同士の喧嘩ぐらいに思っていたこの騒動、実は上野清和としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんですよ。正直言いましょう、若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では釣り合いません。いや、だがそれは。おっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言ったものの、所詮は東上界と上野清和会では格が違うだろうと。でもね、うちの組員はそれじゃ納得しないんですよ。表面上東上界とうちは対等な関係のはずですからね。葛城さん、どうすれば納得してもらえるんですか？そうですね、うちの伊原を殺した犯人新井弘明の首、それが無理ならあの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。どうだってね、そんなこと求められる。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい。そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか？あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。いくら幹部組員が殺されたとはいえ、人一人の命の代償としては大きすぎる。堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は
金が欲しいわけじゃありません。これは極道としてのメンツの問題なんですよ。堂島会長、あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ私の立場も理解してもらえませんでしょうか。さっきも言いましたが、うちとしてはあの新井という男の首があれば十分です。それがあれば下の連中も納得するでしょう。だが万が一新井の首が取れなかった場合、その時は伊原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。それは、そう、真島さんです。柏木さんの死後、白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。あの浜崎組も破門となると、自動的に真島さんくらいしか伊原の代償となりうる人がいないんですよ。だがさすがに私も伊原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。ですから、あのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。よくお考えの上ご決断ください。それでは。
らっしゃいませ。ありがとうございました。
私に会いに来てくれたんですか？私に会いに来てくれたんですか？秋山さん。私、好きかも。何にします？
大好き。すいません。乾杯。乾杯。楽しんでいってくださいね。はい、どうぞ。秋山さん。なんだい？気になることがあって。え？はい。そうですね。そうか。ありがとう。すいません。ねえねえ、あ、そうだ。は？え？私ね。なるほど。そんなに見ないでください。なるほど。ああそうなんだ。秋山さん、私ね。そうか。それでね。なんだって？はあ。は？はい。そうか。そうなんだ。わかりました。ねえ。
ミヤさん。ああ。また来てくださいね。行こっか。
わかった。またね。お金下ろしてくる。出直すわ。コンビニ寄っていい？はい。
もし。社長。
ハハハ。